現在12月17日、スターウォーズ最後のジェダイが公開されてから2日が経っております。今回もブロガーのしのさんと本作について語り合っていきたいと思います。しのさん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。でね、ちょっとね、言っておきたいのが、昨日16日、はい、ライムスター歌丸のウィークエンドシャッフルというラジオ番組で、はい、まあ、ムービーウォッチメンという映画評コーナーがあって、まあ、そこで歌丸というね、ラッパーの方が大酷評をしていましてね、はい、もうそのことについてもね、ちょっといろいろ言いたいなみたいなところがありますからね。ね、はい、うん、本当は劇中のセリフっぽくね、あの、素晴らしい、すべて間違ってるって言え、いや、言いたい、いやいや、あの、って言いたいけど、すいません、あの、師匠の言ってること、正しいっすっていう感じになってるんですよ。まあ、まあね、いろんな意見がありますからね。あの、実際本当賛否両論で、あの、ね、あの、海外サイト、ロッテントマトーズでも、初めはもう絶賛の嵐だったのに、批評家の方の反応は 93% ぐらいが、まあ、肯定的なのに、オーディエンス、一般の方からの評価がもう 50%、もう賛否ちょうど真っ二つぐらいになってる。本当割れてますよね。本当割れてるって。多分、スターウォーズ史上、ここまで賛否が、ね、パックリ割れてるっていうことはないんじゃないかなと、うん、まあ、珍しいですよ ね。もうそこも含めて、まあ、面白いなっていうところはあります、うん、でです、はい、あの、まあ、まず僕から結論というかね、あの、どんなテンションで見てたか言わせてください、はい、うん、スタンスを、はい、スタンスは、あの、木曜日に、あの、前夜祭、あの、最速上映を、あ、はい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 、あの、ディズニーのね、お盆より2500円っていうね、価格をね、払って見てきて、その時のね、テンションは最高傑作じゃね、うわうわ、ありがとうありがとうっていうぐらいのテンションだったんですよ、はい、エピソード4に並ぶね、大傑作だって思ってて、帰りの電車の中で、はいはい、あ、でもちょっとなんかこことかこことか引っかかるなみたいな感じになって、まあ、その次の日土曜ね、あの、まあ、金曜日も見て、いや、でもまあ、ツッコミどころもあるし、雑っていうのも分かるけど、いや、面白いよ、やっぱ面白いよっていう感じになって、うん、結局は僕は今年のね、ベスト10に入れるぐらい大好きです、はい、結構絶賛派ということで、はい、しのさんのザックバ、はいはい、ね、ザックバランというか大体の印象はどうですか、はい、僕はね、正直やっぱり、うん、絶賛はできないですね。あ、なるほど、分かりました、うん、絶賛できない派です。それも正しいと思います。ただただ、はい、あの、僕個人的にですけど、はい、あの、前作のエピソード7に、はい、まあ、正直あんまりハマれなかった派で。あ、そうなんですか。そうです。で、なんでかって言って、まあ、これもよく言われていることなんですけども、はい、やっぱりその旧3部作、まあ、はい、特にエピソード4の、まあ、ちょっと焼き直し感というか、そうですね、あんまり新しいことをやってる感じがしなくて、はい、で、まあ、確かに、まあ、新キャラは、まあ、どれも魅力的で良かったと思うんですけど、はい、まあ、やっぱり、なんていうね、その、だから安定して見てたんですね。はい、うん、なんかちょうどいい湯加減のお風呂で、なるほど、ぬくぬく使ってる感じというか、なるほど、なるほど、分かります。気持ちいいなって感じしたんですけど、はい、やっぱりね、ジョージ・ルーカス、亡きスター・ウォーズとして、はい、あの、30年後の物語をこれわざわざやる意義があるのかなってなると、やっぱりちょっと微妙だったっていう。あ、なるほど、うん。そういうのがあって、まあ前作はそういう感じだったですね。まあ、あの、エピソード7は。で、あの、まあ、その間にね、ローグワンっていうのを挟んでますからね。うんうんうん、ローグワンは篠さん結構ね。そうですね。割といいなと思ったんですけど。はい、なるほど。で、今作に関しては、もう、はい、その点に関してはもう完全にそのね、ディズニーがもう本当に続3部作で、ね、何をやりたいのかっていうのがもうビンビンに伝わってきて。なるほど、なるほど。そう、もう、あの、だから、あの、エピソード7のあの湯加減を期待していくと、はい、あの、文字通り火傷するっていうか、そうですね、そうですね、そういう感じで、だからそこに関してはすごい良かったなと、うん、やりたいことに関してはすごい良かったと思ってるんですけど、はい、そのだからやりたいことでも伝えられてないなっていう感じが、なるほど、なるほど、わかりました。正直なところです。はい、わ、はい、かりました。僕は、まあね、今回のエピソード8、結構、あの、帝国の逆襲なんかっぽいなとか、なんかいろいろ言われてるんですけど、うんうんうん、はいはい、はい、ちょっと2日経って、ある作品が思い浮かんだんですよ。はい、あの、
あのエヴァンゲリオン新劇場版9、はいはい、なんですよ。あのね、だってあの旧新あれはですよ、うん、確かに賛否パックリ分かれていて、あともうシリーズのファンの期待というか予想をめちゃくちゃ裏切ってきてるじゃないですか。確かにそうですね、良くも悪くの意外な展開すぎてみたいな。で、確かにそうそう、うん、それすぎて、いやここおかしいだろうみたいなのがちょっとファンからも言われてるっていうのね。なるほど。あっちもね、美里さんさすがにあんな態度取るわけねえだろうから、あ、確かにそう、ね、いろいろ言われてますから、に似てるんじゃないかな。その精神性は似てますね、確かに。似てるんじゃないかな。あの、ちなみに僕、うん、どうでもいいですけど、僕はハーより Q の方が好きっていう、あの、ひねくれ者なんで、もうね、そこでもうね。じゃあ一致してる感じで。そこでもちょっとね、素晴らしい、すべて間違ってるとか言われそうですけど、まあ人それぞれですからね、あの、まあ感想は。まあ僕はやっぱり大絶賛派で、あの、まあ言いたいのは、確かにいろんなとこあるけど、それ以上に上がる場面が多いんだよ。うん、っていうのは言いたいんですよ。それもわかるんですよ、うん、はい。で、もう一つ、あと、はい、昨年の先ほども言いましたがローグワン、このスピンオフがあってこそっていうか、これがあったからこれやってんだなみたいな、うん、そうですね。なんかローグワンの意味がより今回で伝わってきたのみたいなのがあったから、ね、うん、やっぱりいいなみたいなところがありますっていう感じです、うん、ちゃんと繋がってますからね。はい、まあちょっとネタバレなしで言えるところぐらいはそんぐらいですけど、しのさんもうちょっと言っとく？大丈夫？いや大丈夫です。はい、じゃあもうネタバレ全開で、もうね、だってさ、もうスターウォーズね、シリーズはそんなもんですから、もうね、そうですよ、あの予備知識なく見に行って、ね、あのもうネタバレしようもんならね、法律で罰せられるレベルだと思うんで、そうだと思うんで、あ、そう、まあまだ見てない人に言ってはね、あの人に向けては、まあ、うん、めちゃくちゃ疲れるんで、脳みそを、はい、あのね、あの、体調良くして見に行ってくださいぐらいですね。はい、長いですしね。長いです。うん、シリーズ最長、2時間32分あるんかな。はい、だから、まあ、頑張って見てきてください。はい。はい、というわけで、ここからネタバレ全開で、はい、はい、行きたいと思います。はい。はい。どこから行こうかな、どこから行こうかな、いろいろありますけどね、はい、じゃあちょっとあのツッコミというかね、はいはい、これどないやねんみたいなところから行きましょうかね、うんうんうん、はい、行っていいですか、じゃあ、僕らどうぞどうぞ、はい、ちょっと今回のルークスカイウォーカー、うんうん、初めちょっと嫌なやつすぎねみたいな、あまあまあ嫌な、まあ後からね分かるんですけど、うんうん、初めね、だってライトセーバー渡されてポイってなって、俺めちゃくちゃびっくりしましたけどね。こっから、衝撃でしたね。ね、こっからびっくりさせるんだな、みたいなね、うんうん。で、その後なんか、ルークが魚取ったり、なんかよくわからん生物から牛乳飲んだり。はい。このあたり、この映画大丈夫かって本当に思い始めて。でね、でね、ね、せっかく探しに来たのにそんな態度取ってね、って。しかもね、ね、しかもこいつ、まあ、弟子の、カイロレン。うん、はいはい、に、あっちから襲ってきたんだよみたいな嘘ついて、いや、お前が、後から聞いたお前がさ、そうですね。まあ嘘ついてんじゃねえかみたいなんで、すげえ印象悪いとか思ったりはしたんですよ。まあ、かつてのヒロイックなルークってイメージで見ちゃうと、ちょっとっていう、そうですね。実際、ルーク役のマーク・ハミルが結構ね、なんか納得いかないですけど、って言ってたらしいですから。はい、らしいですね。まあ、はい。でもまあ終わってみればね、なんかね、まあ、最終決戦のところとか、まあ、ちょっとこれはあとに言いますけど、やっぱり熱くなれるシーンがあったんで、うん、僕はトータルでは納得してます。なるほど、はい、僕も結構ルークの描写に関しては割とそこまで批判はしなくてですね、はい、あ、そうですか、いいなと思ってて、はいはい、割とむしろ数少ないいところっていう感じであって、はい、その、例えば、その、まあ、確かにちょっと、偏屈じいさんみたいになってましたけど、はい。その、なんて言うでしょうね。ちゃんと、例えば、R2D2 に久しぶりに会った時のあのリアクションとか、ね。そうそうそう、それいいですよね。R2 っていう感じとか、はい。もうあの頃完全にあのおじいさんから、なんかもうあの頃の目の輝きみたいのが、顔に蘇ってきて、はいはい。
いや、あとは C3PO でのあのウィンクとか。あ、ウィンクいいね、あれ。好きだなっていう感じがして。そうですね。あとは、あの、ヨーダをね、前にすると。はい。やっぱり未熟な若者感が出ちゃうっていう。ああ、いいですね。あのヨーダも良かったよね。うん、エピソード5だな、これっていう感じがあって。はい、そう、エピソード5。だからちゃんと、やっぱあの頃のルークのなんかお茶目さとか、のちゃんと地続きになってるなっていうのも、良かったなって思ったんですね。はい。でそれもありつつ、でもやっぱり老熟した感じもしっかり出してて、はい、あのやっぱ最後の戦い、あの一人で駆けつけてくれるところ、はい、あれなんかはやっぱみんなのためにっていうのはなんかエピソード4のあのオビワンっぽさがあって、あ、そうですね、まあ、見た目も相まって、うん、はい、だからそういうのも彷彿させて、しかもあの後のベン君とのね戦い、はい、もう割とやっぱドタバタしてるベン君に比べればちょっと受け流すひらひらと、ね、いいですよね。やっぱそうなんだなっていう感じは良かったです。いや、そうですよね。前半がこれだった子からっていうことだけでもないですけど、やっぱりルークなんだっていうところが、うん、そうなんです、そうなんです、たくさんあるから、うん、ね、ルークでした、うん、僕もなんだかんだいてよしって感じなんですよ、うん、やっぱこれはマーク・ハミルさんの演技力っていうのもすごい大きいと思います。そうですよね、本当に、まあ、言うたらね、あのホログラム、レイ姫のね、はいはいはい、ホログラムが出て、あれはエピソード、あれもいいですよね。あれもいい、今出すかみたい。ずるい、あんなん出したらさ、そんなんさ、ファンだったらっていうところもありますね、もう本当に。ね、ね、まあ、最終決戦で、はいはい、ババババババってビーム打たれまくって、で、はい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 、で、煙がなくなったら、パッて、はい、パッて払うシーン、あそこね、あそこ、ね、はいはい、俺強えみたいなね、まあその後に行こうとか、うん、ちょっとそれに繋がるんですけど、ちょっとね、うん、あの次の、はい、あのフォース何でもできすぎじゃね、はい、問題でもこれ結構言われてますね、言われてますね、はい、何せね、あのレイヤ姫がね、うん、あのボーンってなってから宇宙空間漂って生存できるっていうね、うーん、そんなことできんの？できるの？みたいな戸惑いはあったんですけど、まあね、うん、でもこれも僕は肯定派なんですよ、言われてるけど、はいはいはい、なんでかっていうと、まあ、いや、なんかすげえフォースすげえっていうのがあって、でその後もね、ルークが、まあ、レイがあのフォースについてなんだって聞かれて、まあ、人を操ったり物を動かしたりできます、で素晴らしい、全て間違ってる、でつまり本当にそれ以上のことがフォースができるっていうことも証明っていうか、まあ言ってるんですよね、うん、だからもう本当に今までのなんか概念とかを壊すみたいな感じのところもあるから、読みんじゃねえみたいなところ行ってからのさっきの最終決戦で、あ、はいはい、でフォースの力かなんか知らないけど、あんだけ打っても死なねえ、フォースすげえと思わせてからのなんか遠隔操作で見せてましたみたいな、あのね、うん、このどんでん返し、あの、その、うん、その、やりすぎみたいな意見もわかるけど、俺は、うひょーって感じだったんです。はい。あの、はいはい、わかります、わかります。僕はね、フォースに関しては、これもまた、全然否定派じゃないです、ね。あ、そうですか。あの、さっき、ひなとかさんもおっしゃった、あの、ルー君のちゃんと説明ありましたよね、フォースについて。はい、レイに教える説明。はい、あれは、ちゃんと、そのエピソード5って、あの、ヨーダが言ったことに、やっぱ、と繋がってますし、そうですね、うん、やっぱあのちゃんとそこは踏まえていて、でまあそうですね、レイヤーのあのなんか宇宙でわーっていうのは、はい、あれはまあ確かに何でも今までそういう使い方なかったですけど、はい、まあそれはね、フォースのまあレイヤー姫ももともとそういう力はありますし、はい、で僕はむしろあのそのフォースの使い方自体それ自体よりはあのシーンの演出というか、なんかちょっとあそこだけ異様に浮いててなんかギャグっぽかったっていうそうですよね、そっちが気になっちゃって、うん、まあ、なんかこれなんか唐突な感じがして、ちょっとそうですよね、うん、ちょっとそっちでしたね僕は。なるほどね、まあちょっとね、驚かせようとしすぎなんじゃねっていうところが随所にありますからねすごいミュージカルみたいにふわーみたいになっちゃって、はい、うん、あれは笑うところなのかっていうところもね、問題ありますよね。で、レイヤー姫もあれ以外あんま活躍しないですからね。そうですね。確かに。うん、あとは、ポーダメロンは、起き上がってから撃ったぐらいですかね。そうですね。レイヤー姫、うん、はいはい。まあ、そんなもんですかね。じゃあ、ちょっと次行きましょうか。はいはい。フィンと、今回の新キャラのローズの作戦が、ちょっと、なんか都合よくうまくいきすぎじゃねーっていう問題っていうか、
まずちょっとローズっていうキャラ、新キャラに言わせてください、うん、賛否超両論なんですよ。ここにも賛否両論が、ね、はい、はい、でさ、わかりますよ、わかりますよ、うん、後半ね、後半であのいきなりちょっとキスしてとかさ、あの、まあなんかキャラ付けもどうなんだみたいなところもわかるけど、僕は大好きなんです。なるほど。はい。なるほど。はい。はい、彼女のことが。まあ、初めにね、フィンと出会って、うん、フィンは別に僕は英雄じゃないって言うんだけど、ね、うん、私の英雄って思ってて、でも、なんか彼女はその時は、脱走兵許さんっていう感じになってるんですよ。はい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 、でも、それでもね、彼に付き添って、で、その、うん、まあ、いろいろ、一悶着、なんか、星でね、あって、で、その後に、まあ、かき回したことに意味があったんだっていうのをちょっと動物を逃がして言うところはちょっとグッともきたし、何より彼女が美女じゃないのがいいんですよ。うん、はい、あのね、だって今まで、まあ、サーガにいた、まあ、マーク・ハミルもそうですけど、はいはい、まあ、イケメンが多いじゃないですか、イケメンも、はいはいはい、で今回の主人公のデイジー・リドリーも 美人さんですよ。で、まあ、こうやってなんかサーガに加わるのがそのね、イケメンとか美貌の持ち主だって誰が決めたんだよっていうところもあるんですよ、ね、そうですね、まあ、外見で批判するのはどうなんだって思いますね。外見で批判するのはね、そんなね、うん、だまあ確かに片桐入りとか天童よしみとかおかずくらいのオカリナとか一番笑ったら若い頃のサモハンキンポの方が可愛かったっていうのはあって、はい、まあまあでもね、いいじゃないですかっていうね。あとよく見かけたのが知り合いに似てるから親近感が湧いたっていうのがあって、あって、うん、もう彼女の存在は大肯定ですね、僕はね、っていうところもあり、まあまあまあ彼らの旅路ね、まあ惑星に行ってなんかカジノとか行くけど、うん、カジノでその一番なんか求めてたコードブレイカーみたいな人がにの前に何中金してたから捕まったの、うん、適当かお前、適当かお前らってまあさすがに思うし、はい、その後牢屋で会った偶然全然別の人と、はい、あ、なんかうまくいったみたいな感じのちょっとトントン拍子感はさすがにちょっと否めないかな、うん、みたいなね。確かに確かに確かに、はい、でもちょっと一個だけ、はい、まあ、ここは肯定したいなと思うのが、お、はい、まあ、彼らさっきも言ったんですけど、やったことに意味はあったって途中で言ってるんですよ、うん、はいはいはい、結局はここが一番批判されてるポイントなんですけど、うん、無駄だったんですよ、まあまあね、最後に、まあ、そうむしろなんかハイパースペース攻撃ドーンってさせる尻拭いをさせられているんですよ、うん、はいはい、ですけどっていうかそれ自体が重要なんじゃないかなと思って、まあ、つまり、まあ、彼ら、まあ、途中では意味があったんだ、何かやったこと意味あったんだと思ったけど、やっぱりなんか無に帰してしまうけど、うん、でもそれでもやるんだよみたいなところがね、ある。そうですね、はい、うんうん、まあ、この今回の最後の時代、まあ、全体的にその人命、うん、命が大切っていうことは、まあ、意を達してると思うんですね、はい、はじめのまあ、ローズの姉のペイジが亡くなっちゃって、はい、まあ、それでローズはペンダントみたいなの持ってるんですよね、うんうんうん、でペンダントを、まあ、報酬として先にベニチオ・デルトロのキャラに渡すんですけど、はい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 、そのフィンは命の次より大切なものなんだって言うんですよね。でも彼女はそれを渡すんですよ、うん、もう本当に命が一番大切っていうのを言っておいてからのやっぱり最後にフィンを救うためにまあ、ぶつかるっていうところにはグッときたかなと思って。あ、なるほどね、はいはい、まあ、この、うん、最後の時代は初めのファーストシーンで、はいはい、何よりも人員が大切っていうのも言ってるんですよ、うん、そうですね、そうなんかだからそこが一貫してるのもいいし、やっぱり彼らのフィンとローズがやったことは無駄だったけど無駄じゃないんだよって言いたいんですよ。あ、なんかその辺はローグワンにもなんかつながる、ね、そうなんですよね、はい、うん、あ、本当に、確かに、うん、だからまあローグワンに続いてますよね、ローズの存在は。うん、そうですね、あ、はい、確かにそうですね、はい、まあフィンもだって元ストームトルーパーですよ、
その辺の雑魚だった人が、ね、まあ、今回加わられるし、ローズはさらにそのフィンの、を英雄だと思ってるんですよ。だからこの本当に名もなき人たちが加わってる感っていうのもローグワンに通じるし、やっぱちょっと僕はローズにグッときます。すごい多様化って感じがしますね。多様化って感じですね。まあ、ディズニーは最近、シンデレラで黒人、自社映画版のね、で、まあ、黒人を登場させたり、で、美女と野獣でもなんか、LGBT、女装してる男性とかを登場させたりして、はいはいはい、まあ、多様性を訴えてるのよ、ですよ。まあ、やりすぎなんじゃないかって意見も分からなくはないですけど、僕はその姿勢はやっぱり支持したいなとは。思いますね。なるほど、なるほど。はい、みたいなところです。ここだけはちょっと言いたかったんでね。なるほど、はい。僕もじゃあ新キャラについて。あ、はい、どうぞ。すいません、はい、言い過ぎたんで。僕は、まあ、残念ながら、新キャラもあんまり魅力に感じなかった。わかりました。大丈夫です。うん。で、それはそうですね。特に新キャラ、まあ、主に3人。ホルド、デトクと、はいはい、まあ、DJ と、まあ、ローズですよね。あ、ベルヌチョーデルとか DJ と。この3人、はい。はい、この3人、うん、そんなだなっていうのが、なるほど、なるほど。そう、一人一人言ってきますと、はい。まず、そうですね、どうしよう、ホルド提督。はい。あれは、まあ、みんなこれも言ってますけど、みんな言ってますね。作戦は伝えろと。そこは、そうですよね。そこはね。なんでしょう、ホルド提督、その人自体が嫌いなんじゃなくて、なんか、はい、なんか、その、やっぱプロットですよね。脚本がちょっと無理くりなって、はいはい。ホルド提督もそれに相まって嫌に見えちゃうっていう感じが、はいはい、もう本当に言われてますね、はい、で最後なんか特攻しますけど、はい、あれ、まあ、特攻で、まあ、かっこいいですよ。無音になって、うん、あのシーンはね、スローモーションでバーってなってかっこいいんですけど、結局あれもそんなになんか寄与してないというか、結局追いつかれますし、そうだよね、なんだろうねっていう感じがしなくもないっていうのがあって、はい、であと DJ、 あれは、まあ、先ほどおっしゃったようにまあご都合主義感ありますよね。もうね、本当にそこは否定できません。はい。で、結局、なんかすごい物語的に重要なことするのかと思いきや、はい、ただ裏切ってどっか行くっていう。だよね。だよね。途中、ね。おやおやっていう感じなんですけど。おや、まあね、はい。あれもさ、ちょっとやっぱり、なんだろう、どんでん返し感というかね、途中でペンダントをなんか電動体がいいんだみたいな感じで、あ、こいついいやつかもって思わせるみたいな。そうですね、思わせるとこはあったんですよ。なんかそのためにいるような感は否めないかな。あと、まあ、強いて言うなら、その武器をね、はい、どっち側にも売ってたっていう。あ、ありましたね。そういう、まあ、善悪のこうなんか曖昧さみたいなものをちょっと語る役目っていうのはあったと思うんですけど。そうですね。にしてもちょっとやっぱ無理やりぶっ込んできた感は否めないですね。まあね、うん、まあね。そうですね。で、あと、まあ、ローズね。ローズ、はい、まあ、ひなとかさんは大好きってことなんですけど、はい、僕は、彼女が嫌いなわけじゃないんですよ。はい、わかります。ただ、好きでもないっていう。はいはいはい。その、なんででしょうね。やっぱ、フィントの、その、なんか一緒に、その、やっていくサブエピソードが、そんなにやっぱ物語上あんまり意味ない。まあ、その意味ないっていうのにも意味があるっていうのはわかるんですけど、はい。やっぱ見せ方として、まあどうなんだろう。で、結局それのせいで、ピンの影も薄くなっちゃってる気がするんですよね、なんか。なるほど、なるほど。うん。で、だから、うん、やっぱ、エピソード7で3人新キャラ出してきましたけど、あれほどの魅力はこの3人にはないなっていう。ああ。うん、まあね、なんか、正直なことですね。そうですね。ちょっと、まあ、前のがちょっとすげえ魅力的だったっていうのもありますけどね。そうですね。そうですね。うん。それはわかります。はい。はい。まあ、そうですね。うん。なるほど。じゃあちょっと、いや、わかりますよ。ちょっとね。いや、僕はそっちの、確かにローグワンとつながるっていうのは確かに、ああ、なるほどと思ったんですけど。はい。なんでしょう。やっぱ、どうなんだろう。やっぱ、基本的な脚本の積み立て方とか演出の問題かもしれませんね。なんかそう見えない。うん、ちょっと今まで言ってなかったんですけど、監督脚本がライアン・ジョンソンっていう方だったんですよ、ね。そうですね。なんですよね。うん、はい、まあ、前作のエピソード7は、J.J. エイブラームスが監督で、脚本にも3人の方が参加してるんですけど、うんうんうん、もう今回は脚本までライアン・ジョンソンで、もうライアン・ジョンソンの映画なんですよ。はい、うんうん、まあ、つまり、この人の責任なんですけど。で、まあ、彼もね、本当にスター・ウォーズ受ける前は、寝ることができなかった、悩みに悩んだって言ってるから、ちょっとね、気の毒ではあるんですけど、言うたら。やっぱこの人、前作、ルーパーっていう映画があったんですね。はいはいはい、このルーパーもね、いや、面白いんですよ。すごいツイストが効いてて、演出もかっこよくて。はいはい、
だけどね、ツッコミどころ満載だったんですよ、悪く言えば。ああそう、ああそうだから、まあ、ちょっとその前の監督と監督作と見てないんで、あんま勝手なことあんまり言えませんけど、今回も結構、うん、このルーパーと通じてるところがあるぜっていうのはすごい思いますね、うん、ちょっと見比べてみると分かることが多いんじゃないですか。まあ簡単に言えば展開の意外性とか、うん、まあ、直接的な情念とか、うん、キャラクターの情念とかを優先しすぎるがあまり、はい、ちょっと細部が雑かなみたいなのがおそらくこの、まさにですね、このライアン・ジョンソンさんにはあるなっていうのが感じました。はい、あ、じゃあちょっともうちょっと次行って言っていいですか。はい、ちょっと気になるとこね、はい、レイがいつの間にかなんか脱出してませんっていう、はいはい、その前のねカイロレントのね開口っていうか、あのシーン超上がるんですよ、うん、ね、うん、あそこ良かったです。ね、まあ最高司令官、あれをなんか、はい、あれの正体とかなんかなしで普通に死ぬんかいって、まあ言われるけど、別にあそこをね、あそこでぶた切って、その後2人が背中合わせで戦って、あそこね、あそこ超かっこよくて大好きなんですよ。僕も大好きです、あそこ。はい、ねもうだってアダムドライバーのね名演もありますし、でその後のね、なんだっけ、に相手なんかムチで戦ってきたり、レイがね、片手に持ったライトセーバーを落として片方で持ちくいてバーってやるところとか、あのかっこいいですね、あれかっこよかったしねみたいなんがあって、あそこのシーン、はい、まあ、好きなんですけど、なんかそのちゃん 敵同士がちょっとつかの間のちょっと利害一致で戦うって展開、やっぱ燃えますもんね。燃えます、燃えますもんね、やっぱりね、いがみ合ってたものが、なんかね、で、あそこちょっと切なさもあって、はい、なんか直前でそのあのスノークの前、玉座に座るスノークの前でこう、はい、レイを殺せって言われるんですけど、はい、であれってもうあのシスの上等手段というか、はい、その完全に暗黒面に落とすための、まあ、言っちゃえば儀式みたいな、今までもそういうシーン なんかがあって、はいはい、その流れだと思うんですけど、でそこで、まあ、カイロレンが、まあ、殺さずに、はい、むしろ立ち向かうっていうのは、あ、こっちに戻っライトサイド来るのかと思いきや、うん、まあ、で実際戦うんだけど、それでもやっぱ道をたがえてしまうっていうのは、その共闘のシーンがすごい息が合ってて、うんうん、なんなら兄弟みたいに見えただけに、はい、なんかこの二人がなんか別の出会い方してればなみたいなことを思って、そうですね、そうすごい切なく周りで燃えるっていう、良かったと思うんですよ、あそこ。本当そうですよね、うんうん、だってこの時 それなんですよね、なんかだからこの二人がみたいなところがね、まあちょっと言ってなかったですけど、ここでねレイがね、はい、あの両親が、うん、ここが一番ね重要と言っても過言ではないんじゃないかなと思いますけど、ね、本当に I am your father のなんか逆みたいな、そうです、ただのね名もなき人で、もうしかもレイをお金のために売ったって言ってる両親はもうすでに墓の中にいる、共同墓地にいるっていう、うん、でもやっぱりここでやっぱりローグワンがね生きてくるんですよね、はい、もうだからあのチアルートとかもフォースを使って、はい、フォースを使ったかどうか分かんないんですよ、でも彼はフォースを信じてたキャラクターだったんですよね、名もなき、ね、ジェダイでもないスカイウォーカー家でもない人だったんですよ、で今回のレイもスカイウォーカーでもない、なんならジェダイでもない、あ、いや、まあ、後でね最後にルークが私は最後のジェダイじゃないって言って彼女につながるっていうのはあるんですけど、本当そうじゃなかった人がこうやって戦いにいてっていうのが本当グッとくるし、で、あのカイロレーンとの対比ともまたグッとくるんですよ、あのカイロレーンがね最高司令官のあのスノークを殺したのがちょっとなんかよくわかんないみたいな人もいるんですけど、やっぱり彼は彼で、だってね王子というかもう本当に信頼してたルークに殺されかけてて、でその後もスノークにあの、まあベイダーね、次のベイダーとも思われないキャラなんですから、はいはい、ね、前作エピソード7ではあのおじいちゃんベイダーの、あの頭のところを見て、はいはいはい、すごい
って感じだったのですよね。ふざけたマスクって言われてましたから、ね、ふざけたマスクってかわいそう、あれもう笑っちゃったんですよ、ね、そこちょっと笑ったけど、なんかね、はい、あの、まあ、かわいそうな子なんですよ。そうなんですよ、すごい好きです、もう好きになりました、この話、カエロレンだから、もういろいろ鬱屈して、しかもね、支配もされて、しかもそれを否定される、だったらやっぱりスノーク、最大のスノーク自身に、お前の最大の敵は誰だって言われたら、お前やーってなると思うから、やっぱ僕はグッときましたね、グッときますね、はい、なんでもうここは100点満点です。でちょっと戻るんですけど、レイがこの後、はい、あのいつまでか脱出してませんか、この後ね、この後あれっていうか、その後いきなり最終決戦に、うん、私これ大好きって言って、あの参加してるんですよ。お前そのテンションかよってちょっと思ったんですよ。確かにそうなん、ね、お前さっきまで結構な、あれだったぜって思って、うんうん、そんなテンションにすぐなれます。そうなんか全体的に急というか展開が急なんですね。そうですよね、なんか急ぎすぎてる感があるんですよね、うん、これもちょっと後で結構話したいと思うんですけど、僕は言いたい、それが割とかなりこの一番の問題だと思ってるんですね、はい、僕は。なるほど、あ、どうぞどうぞ。あ、いいですか。いや、もういい、今言っちゃう。なんでしょう、結構話が長くなる、スターウォーズの、まあ、本作のスターウォーズ解釈というか、はい、踏み切った部分っていうのは、まあもともと僕がスターウォーズって作品に抱いてた解釈と、まあ、結構ドンピシャで一致してて、はい、でこれはなんかローグワンの、あの前日向さんとラジオさせていただいた時も、はい、まあ、言ったと思うんですけど、はい、まあ、スターウォーズってのはやっぱ誰もが主人公になれるんだと、はい、で信じればフォースを使えるんだっていう、まあ、かなりもう希望に夢に満ちた話だと思っていて、はい、でまあ、家族の話、まあ、なんかそう、だから血統主義的じゃないかっていうツッコミもあるんですけど、はい、でもそれって逆に言えば、まあ、自分になんか思わぬ力がもしかしたら秘められてるかもっていう、まあ、夢でもあるし、はい、なんか小さな、ね、自分の周りの家族の話がその宇宙という大きな物語を動かし得るんじゃないかっていう、そういう夢だと思うんですよ、はい、だからそういう傾向は実際ローグワンからね、その解釈が強化されてきて、うん、でいいなと思ってて、まあ、でもまさかついにナンバリングの方でこのスカイウォーカー家の話からこう脱却するような感じになってくる、はい、そこまで突き詰めるとは思わなくて、あ、これはいいなと、まあ、途中までは思ってたんですよ。あ、そうですか、僕はそこ大好きですよ、はい、大好きです、あの、はい、思ってて、はい、でしかもそれがなんか従来のそういう家族主義みたいなのを、まあ、完全に捨てちゃうっていう、あれは古臭いって捨てちゃうっていうよりはなんかバトンが受け渡されたようなはいはい、感覚なんですよね。なるほど。だから今度はだからこの例えばレイの家族の話であるとか、ね、あのラストシーンで出てくるあの子供の話になるとか、はい、すごい要は拡張されたっていう感じがあって、はい、すごいだから、まあ、もともとスターウォーズ自体最初の字幕で出るように、まあ、遠い昔遥か彼方の銀河系の話でしかないわけですから、はい、まあ、だから僕らが今まで見てたあのかつてのルークスカイウォーカー家の伝説っていうのも、まあ、一部でしかないっていうのを、まあ、改めて示したっていうのはすごい、なんだろう、正しいというか、はいはい、綺麗だと思うんですよ。なるほど。で、ただこれは、その、あくまでも、その、なんていうの、スター・ウォーズっていう作品のその背景をこう、観客が組んであげて、なんかそのテーマみたいなものを一生懸命読み解くとこうなるっていう話であって、はい、それがなんか、最後の時代で物語としてこう説得力ある形で示されたかっていうとそうではないっていうのが正直なところで、うん、でそれがなんでかっていうとさっき言った全体的にちょっとやっぱ性急で急な感じ、なるほど、それが否めないってことなんですよ。そうなところはありますね、うん、否定はできないと思いますね。でこれ本当惜しいなって思うのが、その僕はそのエピソード1から6で、はい、まずこうスカイウォーカー家の伝説を描いて、はい、で30年後として、はい、7から9でそれをある種なんかあれは伝説だったんだって相対化するような話をやるっていうで、うん、最後に拡張してみんなのスターウォーズにするっていう、それ完璧なキューブ作じゃんっていうのはすごい思うんですよ、はい、でだったらこのエピソード8は例えば人は善悪の2面を合わせ持つとか、はい、あるいはまあ、あれは伝説に過ぎなかったとか、そういうなんか相対化するようなテーマを、それ自体をずっと丁寧に描くべきであって、はい。なんか、いろんなものを揺るがすっていうのを丁寧に描くべきで、はい。その後の、なんていうの、その揺るがされたキャラクターの、例えば継承する話とかですね、レイの。はい。
ああいうのは、その後の動向はやっぱエピソード9でやるべきだったんじゃないかなっていうのは思っていて。そう、わかります。それはね。で、こう言いたくなっちゃうんですよ。その、しかもまさにラストシーンなんて、あの、アナキンからね、始まる、あの、完全にアナキンですよね、あれ。そうですよね。奴隷の子供が、はい、こう、使う自分もって言って星を眺めるっていうのは、はい、完全に、あの、アナキンから始まるこの、まあ、円環構造になるってわけですよね。はい。だから、あれをそのまま、むしろエピソード9 の、 そうです、ね、あのラストシーンにしてればすごい綺麗で納得したんですけど、はい、なんかやっぱりそれがしないで、なんだろう、はい、やっぱりエピソード8、9でやるべきのもう8で一気にやっちゃってるからやっぱ請求になっちゃってるんじゃないかなっていうのが僕の解釈ですね。はい、わ、うん、かります。僕も、今回のラスト大好きなんですよ。大好きだけど、ね、あの、おっしゃる通り、ね、うん、それエピソード9でやった方がよくねみたいな、もう、すげえ同時に思ったんですよ。あそこ、うん、あそこね、あの、名もなき男の子がね、あの、画面の左端で小さいから、見逃しちゃうんですけど、下手したら、あの、ほうきをフォースでヒュッと引き寄せてるんですよ。ほんとさらっと描写してる、ね。さらっと描写してる。いいやったーって思ったけど、で、その後、ね、流れ星的に見るわけですよね、レイヤー姫たちを。はぁ、はい、って感じだったんですけど、うん、ないんでやった方がいいかもね、みたいな。あれ、これ最終回っていう。それは本当、本当思いますね。うん。大好きなんだけど、大好きなんだけど、ちょっと、もやらさらないでください、みたいなね。そうですね。はい、だからなんだろう、そういうなんかすごい極端にいいところと、はい、極端に悪いところが、なんか混在してる感じなんですよね。そうですね。そうですね。これみんな言ってるんですよ、しかも。みんな言ってるんですよ。だから、あの、なんか、あ、はい、これダメとか、はい、これいいとか、なんか決められないというか。そうですね。うん。なんか困惑しちゃうっていう。そうですね。それが良くも悪くもというか、今回の特徴ですね。で、その、どっちを多く取るかで、賛否が分かれてるんだ、ね。だから割れてるんだと思います。そうですね。僕は単純に、それ、ね、いろいろあるけど、それ以上に上がった部分多いから大好きっていうだけで、ね、うん、否定的な部分が多い人は、まあ、そのキャビになっちゃうんだって、うん。どっちの感想も間違ってないんですよね。はいはい、そうですよね。うんうん、じゃあちょっと、もうちょっとだけ言っていい？もうちょっとだけ言っていい？あの、ツッコミどころとかいいかね？あの、はい、キャプテンファズマ、うん、今回もあれだけ、あの、エピソード7ね、あの、フォースの覚醒の時もさ、なんかあんまり活躍しなかったよねって思ったけど、今回、あ、死んだの？死んだんかな？あれも、なんか次出てきたら出てきてる、なんか絶対死なないキャラクターになっちゃう。まあね、あの、そうや、あの、実は、キャプテンファズマの役の人は、エピソード9まで契約化してるらしいですから、まあ、出るかもしんないですけどね。なんかどうなんでしょうね。まあいいや、まあいいや、あの、よかったですよ、あの、フィントの対決はね、はい、あの、システムのバグ名、とか言って、あの、鉄仮面が、とか言って、あの、うん、まあ、あの、フィンは前作で、まあ、キャプテンファズマに結構支配されてたというか、うん、誰が、あの、仮面を取るなと言ったとか言われてます。まあ、そうですね。因縁がありますからね。まあ、その対比もなってるし、まあ、いいんじゃないかなと。うん、まあ、あと、最終決戦自体は大好きなんですけど、なんか、距離感が変。具体的に言うと、あの、フィンがね、あの、負傷したローズをアジトまで引きずっていけてるんですよ。あ、それ狙われませんかねみたいな。確かに。ちょっとそれは思いましたね。いや、あそこのビジュアル大好きなんですけどね。あの、潮が積もってて。あの惑星すごい好きです。あの惑星好きですよ。うん、あとね、まあ、最後のルークの行動はね、超痺れたんですけど、で、あの、ルークが何を言いたいかを、あの、ポーがね、まあ、推理するんですよ。あ、あの、時間稼ぎなんだって。いや、あの、それルークが言った方がよくねってちょっと思っちゃったらとこはありますね。まあ、それもまあ野暮なツッコミといえばツッコミなんですけど、やっぱ気になっちゃうんですよっていうのはありますね。なるほどね。はい、あ、まあ、大体言いたいことは言い切ったかな。ああ、そうですか。はい、そうだな。なんかフォーもね、なんか前作結構普通にいいキャラ、はい、普通に優秀だったのに、なんか厄介者みたいになっちゃう。そうですね。ポー、初めからだってね、突撃とかして、あのね、レイヤ姫にピンタされて、で、その後も勝手な行動をとって、もうちょっとあの、ほうれん草みたいなところありましたけど、ね。ダメな方のダメロンでしたね。ダメな方のダメロンでしたね。うん、いや、でもまあ、ポーは結局好きなんですけど、今回は、まあ、勝手な行動が目立ったっていうキャラに、もうこれは意図的にされてますよね。まあ、うん、まあね、そうですね。
で、まあ、でも最後に、まあ、レイヤ姫が、なんで私を見るの？彼についていきなさいみたいな感じになってるから、まあ、あでもな、納得できないね。どうでしょう、ね、二面性ってことなのかもしれませんね、それもなんか。そうですね。前作のポーはやっぱり一面しか見てない僕らはっていう。そうですね、やっぱりちょっと。なのかもしれない。うん、今回は、まあ、欠点が多い人物なんだよっていうことを書こうとした。って言うてもね、うんうん、みたいなとこありますけどね。まあだからなんだ、見せ方なんでしょうね。意図は伝わってくるんですけど。はい。それ、うん、それ言ってる人が多いです、本当に。そうですね。やりたいことはわかる。でも、うん、雑だよっていう人が本当に多いです。うん、歌丸さんも言ってましたからね、そ, そうですよね。みんなそう言うんですよ、ね、もう本当、あの、歌丸師匠のね、もう、あの、本当、すがすがしいので、ぜひ聞いてみてほしいですね。うん、あ、歌丸師匠でも、あ、一個言っていい？まあ、はいはい、あの、最初の方のね、ペイジというキャラ、はい、まあ、なんか爆弾を投下するみたいなとこあるじゃないですか、はいはい、宇宙重力あるのっていうツッコミね、うん、まあ僕はいいじゃんそんぐらいっていう単純にね、僕もそうです、ね、僕もそんぐらいはいいんじゃないですかねみたいな、それ言ったらなんか音とかそれそれだってスターウォーズも宇宙空間音出てるじゃないかよ、うん、もうこれそれはねフィクションの嘘としていいじゃないですかっていいじゃないですかって、まあ、てかあそこでペイジもなんかひょっとしたらフォース使ってんじゃないみたいな、そういうね、匂わせる、わかんないですけどね。なんかそこも良かったですし、まあそこぐらいはいいじゃないですか、うん、みたいなとこですね。はい。かな？うん。うん。でも、ただやっぱ、はい、あんま嫌いになれないですよね、これ。そうですね。まあ、すげえ頑張ってるますよ。だって映像なんかほんとね、初めからクライマックス感でね、すごいですし。ね、で、なんか、うん、カイロレン。はい、っていうキャラが、僕は前作で、このキャラで大丈夫かなっていう、なんか中二病な感じそうですね。が、本当好きになって、今回ので。そうですね。それが良かったですね。その、一貫して続三部作って、はい、レイとそのカイロレンのまあ戦い、その二者の争いっていうのが、まあ、ちょっと軸としてあるじゃないですか。はい。そこになんか背負わせるなんか意味っていうのが、かなり今回深くなってて、はい。その、言ってしまえば、まあ、結論から言うと、彼ら二人の戦いが、うん、そもそもこのスターウォーズっていう作品のまあ行く末を暗示してるような、そうですね、っていう解釈なんですね、僕は。はい。つまりレイっていうのはその名もなき何者でもなかったんですけど、それをやっぱでもそれでも引き継ぐ伝説をこう継承する役割なんですよね。うん。で一方でカイロレンっていうのはもう本当サラブレッドで、そうですね、ああそうだね、でも言ってしまえばでもそれサラブレッドであるがゆえにその強制的にその、そうだね、伝説っていう物語に加わざるを得ないっていう、うん、すごい悲しいキャラクターでもあって、そうだね、その対比すごい、ね、そう悲痛な部分が今回すごく出てって、はい、つまり彼が言う、つまり何て言うんでしょうね、古いものは滅ぶべきっていう、はい、言ってましたね、ジェダイもシスも古い、もう全部滅んで、もう俺がもう銀河をもう統一するんだっていう、あの思想は、はい、そういうなんか重圧ですよね。そうですね。家族であり、選ばれし者であるがゆえの重圧からもう解き放たれたいっていう。はい。過去の伝説をもう、から、そういう呪縛から解き放たれたいっていう意図があった気がして。はい。それはやっぱエピソード7のあなたが始めたことを終わらせますっていうのにもやっぱ繋がってくる。ああ、言ってましたね。うん。もうその過去の伝説をもう終わらせて、こっからリセットして新たに始めたいっていう。そうですね、すごい、うん、その意図が伝わってきてて、ってことはこれそのエピソード1から6ですよね、まさしく僕らが見てきたかつての伝説をもう葬り去って1からリセットするんだっていう、もうディズニー傘下のスターウォーズとして、そうですね、っていうのが要はカイロレンなんですよね。そう、そうですね。で一方でレイっていうのはそういう彼らがスカイウォーカー家のあの争いも無駄じゃなかったし、はい、あれは伝説として継承されるっていう意味で必要だったんだっていう、今度は私たちが、まあ、新たな伝説となるんだという、どんどんつながっていくよっていう立場がレイなんですよね。はい。で、つまり彼らの争いが本当にそのままスターウォーズという行く末暗示してるっていう、この意味付けっていうのはすごいいいなと思って。そうですね。もうそれいいですよね。うん、だって、うん。もうカイロレンの方はもう過去を切り捨てる。でも、レイの方は、ね、過去を受け継いでいく、うん、継承していくっていうところ、うん、ね、その
はあ、いいな。すごい、だから話としてなんか メタな感じですけど、まあ、そうですね、いいな、そうですね、ディズニーのね、うん、作るスターウォーズにもつながると。だからちゃんとそれはや、あの続3部作をやった意味があるっていうのはすごい感じて、あそこの構図にそういう意味付けがされたことでね。そうですね。でもやっぱただその見せ方がっていう。やっぱりそこに帰着しちゃいますよね。そうなんですよね。なんかだから、例えば具体的に言うと、はい、そのなんでしょう、そのとにかくさっきも言ったように請求で急なので、はい、例えばそのレイがね、その継承に踏み出すっていう選択、はい、もうすぐファルコン号に乗って戻ってきますし、はい、結構唐突ですし、唐突だよねあれ。でカイロレンのやっぱ支配しようぜ一緒にっていうのは、まあなんか意図は分かるけどやっぱ唐突な感じしますよね。あんなそんなキャラだっけっていう、まあね、なんかね、まあね、そこまでだっけみたいな。で、まあ、もちろん分からんですけどね。そうですよね。で、あとそのもっと言えばカイロレンについてはそのスノークがあんなことになっちゃったんで、はい、あのそもそもなんかなんで悪に染まったのかっていう、そのスノークに何をそそのかされてっていうのが、そうですね、なんかいまいち分かんないんで、そこはね、その、うん、そのだからゆえにその善悪の二面性とかね、うん、あの彼の悲痛さとかもなんかちょっとぼやけちゃうっていう感じがして、う、ね、うん、で、まあ、もっと言えばあとはアナキンがね、はい、フォースにバランスをもたらすものって言われてたんですよ。あ、アナキン、あ、ダースベイターが、そう、はい、そうそうそう、でそれがじゃあ結局それって何だったのっていう、まあ、解釈はいろいろできると思うんですよ。いろいろ考察すれば素晴らしい考察はできると思うんですよ、はい、でもやっぱりね、それは物語の中でちゃんと決着つけてから次のね継承とかそういう話に行ってほしかったなっていう、うんうん、一応あのなんかねバランスがどうのとか言うんですけど、はい、ね、あのルークは伝説に過ぎないとかいろいろ言うんですけど、なんか、うん、ちょっと急だなっていう、足りないかなっていう。そうですね、うん、あのまあ僕もちょっとこう急だなっていうところは本当おっしゃる通りあるんですよ。ね、だってルークがね、うん、あのレイに、うん、まあなんか修行するのかなと思ってたら、特にね何も教えてなくねみたいなあのレッスンはレッスン2ってね、まあフォースについて言ってましたけど、その後レイは普通になんか自分であの一人で修行してたりしてるんですよね。でそこであの岩をボコンって動かしなんか落として、そこにあるケアテイカーだっけ、あの あそこ持ってる人のバコンってやって、それでなんか謝らないっていうのなんか腹立つなとか思ったけど、まあそれはいいや、それはいいや。でもあのちゃんと師匠からあのね弟子に教えるっていうシーンがちょっと不十分じゃないかって、まあ歌丸師匠も言ってましたけど、それは確かにとか思ったし、でさっきも言ってたけど、あのローズがフィンに、うん、あの恋するまでの過程もちょっと請求すぎるかなみたいなのもあるし、あもうし、ね、先ほど篠さんがおっしゃったもろもろもありますし、やっぱりいろいろ詰め込みすぎたんじゃねえはありますかね。そうですね、やっぱ詰め込みすぎってことですかね、まとめそうですね、そうまとめるならね。うん、うん、でもさ、なんかあのあれだ、キャッチコピーでね、あの、うん、誰も見たこともない衝撃のスターウォーズってあるんですよ。そうですね、このキャッチコピーはね、正しいじゃないですか。うん、正しいです。正しいです。ね、うん、誰も見た、ね、あの、ってなる瞬間があります、ね。ありますから、やっぱりね、面白いんですよ。やっぱそこでいろいろ裏切られて、衝撃の展開が来るから。うわーっていうところがたくさんあったし、全然僕はあの、エピソード1とか、なんか久々に見たら、あれこんなにつまんなかったっけとかなってたんですけど、やっぱそれに比べたら面白いっていうのは、僕はやっぱり、なんか、絶対的な感じではないですよ。なんかダメなところはダメですけど、なんかつまんないって切り捨てたくはないですね、はい。そうですね。やっぱりこれも精神になりましたし、まあ、うん、そうですね。そう。まあ次回作は、もともとはジュラシック・ワールドの人、コリン・トレボローっていう人がやる予定だったけど、あの、JJ ・エイブラムスに戻ったんですけど、うんそうですね、まあこれもね、どんな感じになるのか、やっぱり。これどう畳むんだって、ね。そうですよね。だって、あの、JJ エイブラムスは風呂敷広げるのが上手だけど、畳むの下手だよね、とか言われる人ですからね。大丈夫かな。まあ、その前には、はい、あの、ハンソロのスピンオフが、6月だったかな、ね、ありますから。あれね、もともとは、あの、レゴムービーとか、あの、21ジャンプストリートとかの人がやるんだっけ、はいはい、だっけ、はいはい、だっけ合ってるかな、の人がやる予定だったけど、結局、ロン・ハワードになったんか。うん、まあまあ、まあ、そのロン・ハワードも大好きな監督ですから楽しみですよ、はい、うん、
まあだからなんだかんだ言って楽しみなんですよ。そうですよ。だからね、スターウォーズだって、うん、あともうエピソード9が終わってもまだなんか新三部作続くって言ってるけど。ああ、それもね。ね、だからそれもその、なんかよく考えると、はい、レイがその、要は継承の話じゃないですか、これ。はい。名もなき者がまた伝説になって、また名もなき者が伝説って、これすごいいいんですけど、はい、よく考えると、要はディズニーが言う無限に続くスターウォーズの下地を順調に整えてるような。それはある。あれっていう。そうそうそう。しかもちょっと20世紀フォックスを買収してさ、権力が。ノリノリですからね。ノリノリ。ちょっとさ、複雑なんですけど、みたいなとこはね。手のひらの上で踊らされてるような感じが。そう、あるんですよ。だってちょっと、一個文句言っていい？IMAX3D? なんか、12月20、はいはい、何日だったかな？まあ、年末までやらないらしいんですよ。今やってるの IMAX2D だけなんですよ。29か。はいはい、ちょっと応募すぎやしませんかね。ね、あれも、なんかなっていう。そう、ね、ちょっと、ね、そんなことをやってたらいつかさ、ディズニーさんよ。そこは、なんか言われるぜみたいなとこは言いたいですけどね。うん、まあ、ちょっと、まあ、あと、僕は単純にどっかで、スターウォーズね、いつまで続けるのも、まあいいかもしれないけど、どっかで終わらせてほしいかな、みたいな。そうですね。なんかまあ、続けられるっちゃ続けられるけど、やっぱ終わらし、あれはやっぱ終わらせなきゃダメだろうって思いますけどね。そうですよね。単純に宇宙に平和が戻ってほしいですよ。うん、それもありますし、あるいは、その本当にエピソード8のラストシーンみたいな感じで終わってほしいっていうのもあるね。そうですね。もうこれから僕、なんだろうね。あのラスト本当にいいからな。ああいう感じで終わってほしいっていう。そうです。はいはい。うん。でももう今回やっちゃったからね、そういうラスト。うん、そうですね。どうやって畳むんでしょう。どうやって畳むんでしょうか。もっとすごい落としどころがあるのかって、ね、期待しちゃいますけどね。そうですね。JJ エイブラムス、本当にプレッシャーが強いところじゃないですけど。頼みますよって感じです、ね。頼みますよ。頑張ってください。うん、はい。いいですか？そうですね、はい、はい、じゃあ聞いてくださった方ありがとうございました。あー